はい、えー、今日はですね、えー、入門生向けのゼミのガイダンスをしたいと思いますこちら、今、L タワーの8番教室で入門講座終わったところでね、えー、皆さんいらっしゃっているそれと一方で YouTube でご覧になっている通信の方もいらっしゃると思いますレック専任講師の弁理士の安西ですよろししくお願いします。 えー、こちらはですね今あ、こういった冊子を用意しております、なので、えー、と現場に来ている皆さんはこの冊子を用意していただいてち、えー、ちょっとお待ちくださいで通信の方はこの冊子がないので、えー、ちょっと画面上で見ていただくしかないんですけども、あのー、このチラシの他に実際、私が、ね、このゼミで使う,うレジュメを抜粋して、えー、載せているというところです。あのー 画面でも見やすいように工夫して伝えていきますので通信の方もお付き合いくださいで最初に私からゼミの概要をお話しして最後事務局の方からご案内がありますんでねだいまあ1時間弱というところで予定してます何、はい、かわかんないところとか聞きたいとかあったらつど言,言っていただいて構いませんからはいえっと 私のこの「苦手克服パーフェクトゼミ」という名前なんですけど実はですねこのゼミ今今年年かかららななんんでですすよこれまでは同じ時期に「論文レベルアップゼミ」っていうあの水道橋のクラスが高橋先生という先生がまだそちらはその名前で存続してるんですでこれまで安西クラスっていうのでやってたんですけど新宿の方はですねそれをちょっと内容一新して時期は同じなんですけど 内容一新して名前もこう変えて今年から始まるというふうになります。でこのゼミ一言で言いますと、まあ、一番上にねありますけど苦手分野を一掃し一発合格を目指すということを目的としています。はい、でこの「苦手分野」って言われてもねあの皆さんそれは一人一人違うだろうっていうかもしれないんですけど大体ですね 私も,も2012年に受かったので、えー、もう10年ぐらいここで見てるんですけど大体いいその入門生初学者がどこでぶつかるかってもう分かるんですよえ。毎年この時期にこの質問来るっていう風なのがもう想定されてるんで、まあ、それを先回りしてねいつも授業終わった後に話をしたりしてるわけですよ。 でこの上から123とありますけど1つ目ねあの初級生が必ずぶつかる壁っていうのはもう想定されてるのでそれを前提とした内容にしてるということですそしてそれをうまく克服していただくと今後の学習を優利に展開ってあるんですがもうちょっと言うとね上の方ですこれ担当試験いや担当対策担当で皆さんが引っかかるところにフォーカスしてるんで 担当試験の勉強しやすくなるとあと論文試験例えば宮口先生の「理想と現実」ですか「論文過去問」とかねあ,のあれは通信なんで、えーまあ、もちろん先生に質問すれば答えてくれるのかもしれないけどやっぱね最初に先に聞いとかないととか先に分かってないとちょっとスムーズに進まないっていうところあるんですよ。なのでそれを先にここでやっちゃうとそういったものがすんなり進んでいくということですね。 で3つ目、えー、と一発合格者が絶賛と言ってくれてるんですけどなんで今年初めてのゼミなのに絶賛と言ってるんだというとこのパンフのね裏側ですか、はい、こういうの真ん中あたりに一発合格者が絶賛というふうに書いてくれてるんですけどあのこの苦手克服ゼミはですねこれまでの私がこう道場とか、まあ、論文レベルアップゼミも含めて そこでやってきたものを集約したゼミなんですよだ例えばあここで書いているのはね、うん、左下かな末富士さんという方このイヤヨ道場ってありますけどこれ道場で昔やってたんですよでそれが今回は下にカリキュラムがありますけども第7回第8回第9回でイヤヨシリーズが入ってますよねまあこれが昔イヤヨ道場ということで単品で別途 ゴールデンエィクとかお盆でやってたんですねで窓プロだったら窓プロで道場があったんですでこういったものを全部集約したので一応この絶賛してくださっている方がいるということになりますね、はい、でもうちょっと見てみましょうかこの1日産の下側ちょっと読んでみますよ 弁理士合格への道の道りには初級生が必ずぶつかるる壁苦手とする分野が存在します先ほど言った通りですもう私の方では想定できています。で、一つはね、大事なここなんですよ。現時点では苦手意識がなくても本ゼミの実施時期にぶつかり始めますっていうのが実は一番怖くてこのゼミが始まるのっていうのは9月の下旬なんですよ。で、ここから年末まで約3か月間行くんですけど、この3か月の間に、 担当であれば過去問だとかね単、えー、アドだったり過去問が発売されれば過去問の勉強に入っていくし、えー、論文だったら先ほどの過去問宮口先生の、えー、理想と現実とかやっていくと思うんですよ。でそれをやっていくとあれとかっていうのう分かんなくなっていく勉強すればするほどまずどっぷりはまっていくところがあるんで、まあ、それがこの苦手分野になるんですけど今はほとんどそれ気づいてないと思うんですよ皆さんほとんどの方が。で まあ涼しい顔してふーんって思っている人がいるかもしれないんだけどあと数ヶ月するとあこれ分かんないっていうふうにちょうど引っかかってくるんでまあその時期にも当ててやりたいということなんですよ。はい、だから今それを苦手意識がないからといって安心するわけじゃなくて今後出てきますよっていうことを言っておきたい。はいえー、それでね まあここはあの先ほどから言った通り私の方でも想定されてますから苦手とする分野をピックアップしてますと。でえともうちょっと細かく言うとまあ別に色を塗る必要ないんですけどね担当向けと論文向け一応単論というハイブリッド型の内容になってますで担当向けとしては先ほど少し話し,した「いやよ」シリーズだとか実案で言うと「4発」シリーズに該当しますよね相当しますよね。 あと商標の窓プロ特例窓プロ特例分かるとねジュネーブ特例、えー、衣装の60条シリーズも分かるようになりますあのこのゼミではやりませんけどあと北斎出願法、えー、っとほとんど多分やらないと思います短期礎とかでも、うんえー、3時間で終わしますここは3時間で完成できますでこういった条文の流れをですね1から全部追っていってますもっと言うと条文細かく分解して全部追っていってます私のレジュメ で担当試験で狙われる部分をほぼカバーしててもっと言うとお釣り来るぐらいの内容にしてますから例えば「イヤよ」だったらこのゼミの「イヤよ」やってもらえればお釣りが来ます余裕で過去問も本試も全部解けるようになります。論文向けの方は先ほども少し言いましたけど重要ではあるんですけど他の講座でなかなかこう詳しく説明してもらえない部分っていうのをカバーしてます。 一番分かりやすいのは衣装の類比判断とかねあとパリユーとパリユー国有とかの優先権の種別とかね審査基準の国内優先権の一番下に別点表っていうのがあるんですけどあれからよく過去問出るんですけど知らない人多いと思うんですよ。逆にに知っとくと非常に便利なんですけどねとかね そういったふうに他で詳しく話されない部分というものをカバーして先ほど言った通り特に論文の過去問を勉強していく中で非常に有利に働くと、まあ、逆に言うと論文過去問をうまく解けるように私の方でこのカリキュラムを組んでいるので当然論文が解きやすくなるということになりますね。で最後はこんな人いましたぜという私もねこれびっくりしていまだにこれ破られてないんですけどね2016かな。 全身のゼミが「論文レベルアップゼミ」という名前だったんですけど毎年、まあ、一発出してるんですけども偏差値ね79得点79衣装で79って出てたんですよ。ええ、あのぶっちぎり全国トップですかね。はい、あの宮口クラスは大体論文で全、えー、科目このレックの中でほぼトップあの再現答案集っていうのを出してもらうんですけどそれのおもうトップに出てくるのは大体この宮口クラスなんですよ。 で大体私の全員を取ってくれてるっていう人でまあその彼も79っていうね、まあ、79なかなか出ないですけどね問題にもよりますんで、まあ、79が出たり2017では商標で68だったかなとかねぶっちぎりですねもうねはいまあそんなところですで裏側見ていただくと、まあ、真ん中のね 一発学者のところは先ほど言った通りなんですが、まあ、ここは読んでおいていただけるといいんですけど上の方にももう細かく書いてますよね全部話はしませんけどもあの何が言いたいかっていうとこの言葉に私は着目してて法則っていうかルールー例えば意証法の類似判断を見る時も法則を 皆さんが理解できるように整理してるんでその法則を分かってもらうと例えば違うパターンも同じように考えていけ,いけますでとんでもない数のパターンになるんですけどね衣装の類批判なんて法則たった3つなんですよ。でその3つのつ組み合わせで全部解けるんですよっていうそ,のそれを分かってほしい例えば衣装だったらねあとマドプロの特例だったらあレジュメまああとで あ,あ,とあとでっていうか、まあ、実際見てもらった方が早いかもしれないけどあのだいたい共通してこうなってるのにここだけ違うとかだたくさんある中で共通してるとは共通して覚えてここだけ違うっていうのはまた別個覚えると覚えやすいとかねなんかそういうルールっていうのかな法則を見つけると勉強しやすいっていうことをまあここに書いてますね。はい、<laughs> ごめんなさい。<laughs> えとそれであ先に言っちゃいますけどね対象者はですね、えー、とまあここに今いらっしゃる通学生もそうですし、えー、YouTube 見てらっしゃるうー映像を見てらっしゃる通信の方も OK です、で、今年の入門生も OK だしこれまでの入門生でもいいです、今年の入門生じゃなくて、ね、宮口クラスの入門を取ったことがある人であれば、えー、過去受験生でも構いません。はい じゃあこ,こからなんですけど、実際あのお前はどういうレジュメを使ってどういう授業をしていくのかとあの中上級生あったら私の特、ね、典講座とかいろんなゼミ出たことあると思うんですけど入門生の方初めての方多いと思うんでえ実際に抜粋のレジュメを使って少しずつやっていきたいと思いますじゃあ一番最初からいきましょうかね えっと、9月の25日はね特許法の論文の基本問題からやろうと思ってます <laughs> それでえっとね次のページ見開き見てもらっていいはいでこの第1回では <laughs> 論基礎の特実の問題を抜粋してやっていこうかなと思ってます全部はやらないですけど でこれ、皆さん、覚えてます通信の方もやったかな、もう、皆さんやりましたよね、ここでね、6月の、7月の頭の方かな、で、この問題、覚えてますちょっと、映しますんで、あーっと、ちょっと思い出してみてください。 まあ証文のとこ見てもらうと分かるかもしれないですね <coughs> <coughs>、まあ、いわゆるあの3点セット ね、それを論文バージョンでちゃんと答案を作ってくれっていう問題なんですよでこっちの方が皆さん印象残ってるかなこういう答案レジュメかレジュメが渡されたんですよこういうやつこれあの皆さん多分配られてますよ答連編のレジュメですからかっこ1はねこれ29条の問題なんですだからダーッとこう結論かな最でしょ でなんか条文書いて、観光物はなんだかんだ、なんだかんだ,かんだ、なんだかんだって書いてますよね。括弧2はね、3次、9次の問題なんです。9次より有しない。時報はなんだかんだかんだ、だーって書いて、こう書いてます、ね。で括弧3はね、肉の2の問題なんです。肉の2は3ページ入って、だいたい2.4ページぐらいで以上がついてる。で先生の方から、あの。 いいですねとこれ何て言うんだ六十点ついてもら、はい、で一方でこの冊子に戻ってもらってこの左に 5, 5ページで書いてあるやつねこれ何ですかっていうと私だったらこういうふうに書くってことです本誌でこの問題が出たらこういうふうに書くってことですちょっと私ここねあの皆さん見やすくあの 分かりやすいいようにここ書いときましたけど特記法論文基本問題、まあ、さっきのスケジュールで一番目の説明で使っているところですけどねこれね29条なんですよ一応書いておきますけどこれ39条なんですよでこれ肉の2なんですよ。何が言いたいかっていうとさっきの答案を別に私は悪いと言ってるわけじゃないし。 あの論基礎っていうのは、あの問題に対して、解説時間が長かったりするんで、まあああいうふうな答案になるんですよ。あと、どんだけ二点五ページ書くのは大変か、ちょっと経験してみてくださいって多分言われて。書いてるんだと思うんですよ。ただ、あれを本当に間に受けて、本試験でも。二十九条の問題をあんなに書いたら、どうなるかってことを考えてみてください。で、この、今見せた。 この3点セットってこの問題では「設問123」ってなってますけど過去問本詞レベルになるとこれで設問括弧1の前半とかなんですよ。もっと言うと括弧1の3分の1がらいだ零点0.3問ぐらいにしか相当しなかったりするんですよ。つまりこの後に「設問2」が来て「3」が来て「4」が来てとかっていうふうな問題になるわけ。そうするとこの カッコ1カッコ2カッコ3だけです2.5ページ返したら後ろの問題どうなんのって話じゃないですかで論文試験はどんなに力のある人もどんなにトップクラスの人も時間がないんですよ時間がない試験なんですどんなに勉強したってよく時間がないのは自分が勉強してないからだ力がないからだっていう人いるんだけどどんなに力がある人も時間がない試験ですそうするとどれだけ短く書けるか ただ、短く書くためには省いていかなきゃいけないんですけど、変なとこ省くと配点を落とすわけですよ。だから短くするんだけど、配点を落とさないようにどうするかっていう。まあ、いわゆる宮城先生はよくあの。何ですか？体脂肪率一桁台とか言ってますよね。本当に、えー、余計なところ書かず配点だけ拾っていくっていう風なっていうのがこれなんですよ。 二十九条三十九条適用がないんだったら、この一行で終わさなきゃダメです。えっと、私言い方変えて、これは求償つくとは言ってますね。求償つくと言ってますね。あの、求償ついて適用はないでいいんですよね。条文って、結局、いろんな要件があるわけですけど、全部満たしたら、こういう適用しますっていう。条、あの、決まり、決まりなわけですよね。っていうことは一個でも。除かれれば。 不適用なわわけけけでですからその急所をつけばいいわけですよまあ括弧1括弧2はそういうパターンですか。で括弧3は拒絶されるつまり適用されるっていう方なんで、えー、ご要件全部満たすってことを説明していかなきゃいけないんだけどギューッと絞っていくと大体2.5ページい2.5行に収まるのかな。はい、で皆さんね、えー、自分の文章でいろいろ書いていくと。 どうししても長ったらしくなるんですよでそれ書いても書かなくても点数変わらないんだよねっていうところがあってだったら短い方がいいよねとかね長きゃ長いだけ誤字も出るし脱字も出るしねで私はこれ肉のいだったらこう書いてますけど、まあ、3点セット全部そうなんですけど毎回この構造なんですよ。例えば B がね C になったりすることあるでしょうね。 が歯になったりすることあるでしょうでこれも江、えー、さん江さん落さたって書いてないか、えー、と例えばそうだな、まあ、ここが出願人が同一だったりもするわけですよね全部この骨格これなんですよだ大体変わるのは符号が変わるだけ29条だったら毎回この形39条だったら毎回この形29条だったら毎回この形なんですでこれでずっとと勉強していくと 肉の,胃の当てはめをする時にさあどう書こうかって迷わなくていいんですよもう機械的に出てくるなのでこう書けば短くて絶対ハイテン落とさないっていう骨格をもう身につけちゃえば勉強非常にスムーズにできるわけですよね毎回この形で書いていけばいいほとんどの方はさあどう書こうかってそこで思いつきの答案書くから原点食らうんですよ。ちゃんともうこれで間違いないっていうのを作ってそれでやっていった方が どんだけ効率がいいいか分かると思います、はい、でこの特許法の論文の時で話をしたい合わせて話をしていきたいなと思っているのが右側のページであのこれはねいつもやってるんですけど3点セットの考え方特に論文ちょっと一個一個見ておこうかえっ、ー、とねまあ色変わる方は色、はい、ピンクで。 皆さん新規性で拒絶される場合ってどういう場合ですかって聞いたときにまあ一は出ると思うんですけど二がパッと出ない方が多いんですよもっと言えば大事な大事なここ出願前って書いてるんですよ出願時って書いたりする人いません ?29 時の当てはめで出願の際とかってあっためてる人いません 条文はこれ前ってて書いてるんで,すよでえっと事前の動画でもちょっと言ってたんですけどあの実務とかやっていくとなおさらそうなんですけど難しい言葉で言要件事実っていうあの民主の話になるんですけどこの世界って全部この条文の要件を全部満たしたらこういう権利を上げますとかっていうのを規定している法律なんですよ。 だから条文の当てはめをして全部当てはまれば適用する一つでも満たされたら適用しないそれだけの話なんですよつまり29条っていう超基本な条文であっても当てはめをしなきゃいけないわけですよで29条1個どれ見ても特許出願前ってて書いてるんですよなんでそれを「出願時」って書くんですかとかなんで「出願の際」って書くんですかって私たちは言いたくなっちゃうわけですよね だから29条に「前」って書いてあるんだから前で文句ないじゃん。でよく「字」って書いてダメなんですか「歳」って書いてダメなんですかで質問もらうんですけど条文当てはめなんですからその質問がやっぱ出てくるのがなんで出てくるんだろうと思っちゃうわけですよ条文に当てはめるわけですからでそれは当然内容変わんないかもしれないよ。だけどど条文を満たしてるかどうかう それ裁判所に聞いた時に何て言うんだろうね特許出願前って書いてあるんだから前ですよねって多分言いますよね裁判所ねなんであんた条文自分で書いちゃうんですかって言われちゃうんじゃないかと思いますよねはいまあちょっと長くなりましたけど出願前に、えー、出願にかかる発明この 出願にかか,にかかる発明っていうふうに書いたらクレームに書いてある発明のことだと思ってくださいがドンピシャでコーチっていうのが一つ目のパターンもう一つはその海外年がコーチになっていること例えばクレームに大福って書いたときにいちご大福がコーチだったら大福は新規制なしですその場合どうしたらいいかっていうと自分のクレームを補正して いちご大福と同じとこまで下がるか、それより下に下がればいいんだよね。そうすると新規性出て出てきますよね。新規性出すためには高知事実を自分で変えることはできないんで、まあ他人を変えることができないと同じだけど、高知事実がもうすでにそこに存在するんだったら、自分がこう動く動くしかないわけですよ。クレームを補正して、えー、みかん大福にするとか、ナイナイ大福とかにしてこう下に下がって新規性を出すしかないと。と これが新規制で進歩性は便利試験の進歩性は、ね、あのそんな難しくないですね、はいえー、2つに分けられてやっぱりまず前質が前に出願にかかる発明言い換えるとクレームに記載させる発明と同一でない発明がコーチ同一でないですよ。 だって同一の発明がコーチになってたら上でしょ新規制違反でしょだ例えばクレームが「い」なんだけどコーチ発明が「ろ」新規制ありですよねだけどはい次「搭業者がそのコーチ発明に基づいて出願にかかる発明今の例で言うと「い」ですか「ろ」から「イに容易に相当できるならば進歩性違反ということになりますね ちなみにあ送り仮名図がないぞって言うかもしれませんけど実は特許法29条,はです、ね、29条2項はです、ね、図がないんですよね見てみると分かりますけどちなみに衣装法3条2項は、ね、図がありますどうでもいいんですけど、ねはいえー、っと3つ目、肉の2かなこれこの前私の,あの夏の道場出てくださった方はこの話してるはず。 えっとまあ、ちょっとここ細かい話はしませんけどね、えーまあ、自分がやられる場合としてこのご要件当てはめをすればよいと、まあ、これに沿って左側のねこの括弧3実は書かれてるんですよはいえー、っとねここね丸一が、ね、こう出願こ前なんですよ 非前なんで同日の場合はセーフなんですよ二十九条一項とか二項は前なんで同日でもいいんですよ自分で前であればいいんですよでもここは非前なんで同日はセーフなんですよ拒絶されないです一方で丸二の方はこれ五なんですよ非後じゃないですよ同日なんです同日でもいいんですよだ相手の出願は自分の出願日前にされてるっていうのは一つ目の要件 2つ目でその自分の出願後同日でもいいよに相手の出願が公開されることなんです。で3は自分の出願にかかる発明つまりクレームに書いてる発明が相手の出願の当初明細書等つまり願書に最初に添付した明細書等虚請求の範囲または図面に記載されていること。 あとあるよあるはマリオもアはね、出発異なるね、出発異なる、出願人と発明者は異なるですね。はい。で、これがわかると、これすべての基本なんですよ。これがわかると、異匠法の三条の二もスムーズにわかります。ええー、いやよ、あ、ごめんなさい、四十一条三項を理解するためには、これが分かってないとダメです。ええー、いやよの十三、いやよの十五。理解するためにも,も、これが必ず必要、だからもう。だから、夏の道場でもやったんだけど。 これ分かってないとこれからやる問題ガタガタといくからね、はい、なのでここは実際このゼミでもちゃんとやろうかなと思いますねすごい時間とってやろうかと思いますで最後39条39条は相手の出願が自分の出願の出願日前でもいいし同日でもいいですね日前だったら1個パターン同日だったら2個パターン で丸2自分の出願にかかる発明つまりクレームに書いてある発明が相手の出願のクレームに記載されていることつまり39条はこれクレーム同士の戦いなんですよクレーム同士で比較だちょっと太いペンで書くと潰れちゃうんだけどねはいだからかさっきねカッコ2でね これ自分の「ろ」が相手側の「A」のクレームないから適用はないってこれで済むんですよ。はい、あと丸三はの線画のうちが確定することなんですけどこれを真面目に毎回毎回確認すると多分過去,も行き詰まる過去問は線画のうちが確定してるかしてないかはっきりしてない問題ばっかりなんで。 その時どう考えますっていうのも知らないとやっぱこの後の勉強引っかかっちゃうんで、うんはいまあ、その辺も話はしていきたいと思いますはいこれがね、えー、これがその第1回目ですで第2回から第4回というのが移縮法のおお。の 論文時系列理論編実践編侵害系理論編実践編ってあります。えー、っと時系列の類比判断はもちろん担当試験でも関係はあるんですけど、担当試験はどっちかつと,いうとあのもう類比が問題文に出てるんですよ。だから判断しやすいんです。だけど論文の異章法っていうのは類比判断がもう審査基準ベースになってくるんですよ。で審査基準って条文書法文書載ってないじゃないですか。 頭入ってなきゃダメなんですよ、うん、ですっごいいろんなパターンがあるんでだいたい入門生は最初戸惑っちゃう。はい、で分かんないま中上級行くと中上級でもずっと分かんなくなっちゃうんで、えー、ここでやっときたいというところですね。えっ、ー、とね一応あのこちらにね去年とか使ったものを全部冊子あ,ありますんで後で見たい方は。 あのこちら来ていただければお見せしますちょっとね例だけやりましょう先ほどのこの3点セットの次のページ見てもらってなんかこの上から1233つパターンがあるこのその1ってやつねで右のページになんか2の1の1って書いてるこのパターンちょっとやってみようか、はい、これどういう話をしてるかっていうとこれ質願形なんですけどピンクある方はピンクで。 えー、とりあえずここピンクピンクにしてくださいでこっちがこうさんでこっちがおつさんだと思ってくださいで左が洗顔右が紅眼と思ってください、はい、つまりこうさんおつさんがいて全体衣装全体衣装どっちも自転車の衣装を出願したとしてください そうするとまず一番上のパターンねコウさん出願しましたね今自転車全体衣装なんで全部実践の自転車書いてください絵ではい意図しておきます便宜長その後とオッツさんがやはり全体衣装全部実践の自転車ロー出願したとしてください 江さんがその後明託拓託拓というか広報が発行されたとで一生法の場合広報が出るってことはこの辺で登録してるってことですよねつまり明拓登録査定になったわけですよ、はい、で広報が出たんで、まあ、同じように意図「い」とこういう時系列この時に お津さん側は拒絶されますかっていう話これ今一番上のパターンですけどちょっと時系列変わるけど全部このお津さんは最終的に拒絶されますかって話一番下もそうですこれが全体対全体その1全体対部分の枝盤ついてますけど2の1の1っていうパターンもあります全体対部品もあります ひっくり返って部分体全体とか全パターン差しまとめてますちょっとやってみましょうかオツさん拒絶されますか当然拒絶の三点セットは衣装法の場合三条三条に9条です三条から見るとオツさんこの自分の出願前にコーチの衣装があるかどうかですね三条はねコーチのモチーフとか で一応この例ではここに書いた遺像以外は存在していないという仮定でいくと、おつさんの出願前に高知の遺像なりモチーフはないんで三条政府になりますよね。いいですねこれは。三条の二はっていうと、三条の二というのはこれもさっきの肉の二のパターンちゃんと分かっててほしいんですけど。 肉の私の道場に出た人こういう三角形書いたよね。一生法の三乗の二も時ほどの肉の2と同じようにこの三角形成り立つってことが大前提なんです。プラス一生法は自分の方が小さい相手側が大きいあの一部ってやつねじゃなきゃいけないわけです。だけど今自転車と自転車なんで一部じゃないですよね。 したがって時系列は成り立ってるんだけども一部じゃないんで政府だということですさあ9条は9条はっていうと私今これ「糸ロって便宜状つけましたけどこの模式図は模式図っていうかこの書き方はどういうことを表してるかっていうとまず一章問題文に一章の類比が書いてあるかどうかまず見ようぜ問題文に 意とろが同一だ類似だ非類似だって書いてあったら。それだけで九条の当てはめができるんだ。同一または類似だったら拒絶だよね。この場合九条一項でしょ。同一じゃないからね。非類似だったら政府ですよね。拒絶されませんよね。ただ。そういう問題もあれば。そんな簡単な問題が出ないという時もあるんです。つまり、意匠意とろの類比がわからない。 類比はああなた自分で判断してくくださいっていうのがよくあるんですよ。つまり問題文に衣装の類比が書いていないんだったら何かしなきゃ分かんないわけだ審査基準に何て書いてあるかっていうと私ちょっとこ降りるっていうふうな表現するんですけど衣装の類比が分かんなかったら全体対全体の場合は物品×形状等に降りなさいって言ってます。物品形状等 今物品っていうのは、自転車と自転車ですよね。これ同一ですよね。いいですよね。この例では。形状等は何ですか。形状等って、細かく言うと、形状も、もしくは色彩、またこれらの結合のことを言うんです。 問題文で形状とはどうだっていうふうに与えられることがありますなぜかっていうとこの衣装の類比ずばりは教えないけどまあ物品は自転車で自転車あなたはこれ分かりますよね気づけますよねと形状とはさすがに与えないと問題文で与えないと結論出せないんで与えてくれることが多いですただ今私この一般化した例ではこれ不明なんですよで 第一法則とでも言う私言ってますけど物品かける形状とつってますちょっと書こうか一つ目の法則は物品かける形状等なんです衣装というのは衣装イコール衣装イコール物品かける形状等つまり今物品は自転車へ同時にこれはアホでも分かります 形状とがもし同一だったら同一×同一で異装同一で戻ってくるんですよ。だから9条1項で共絶でしょその場合。一方で形状とが比類字だったら同一×比類字で異装比類字なのでセーフです。類字の場合は同一×類字で異装類字になります。この場合9条1項で拒絶 だから今ほんの一例しか言ってないけど例えば同一同一で衣装が同一って戻るパターンそれが一つ目の極端な例ですどちらかが例えば比類似とかなって衣装比類似って戻るのが他方の極端なパターンその間が類似なんだわかりますで全体対全体はこの物品る形状等とかって一つ目の法則を使うんですけど 例えば、右側ね、ブヨキキイダハって聞いてます、皆さん。ブヨキキイダハなんですけど、例えば、えっと、この二の一の一のパターンの。真ん中の段の三乗はブヨキキイダハなんですよ。だけど。真ん中の段の九乗は、私これ変形ブヨキキダハって名付けてるんだけど。ちょっとブヨキキダハと違うんですよ、表現が。 一番下のののパターンの3条は普通ブヨですね。何がど,んとどういう時にノーマルなブヨ引き打破でどういう場合が変形ブヨ引き打破なのかっていうのもちゃんと分かってないと文言の使い方間違えるで口述試験とかってこれ口頭でさせるからねこの衣装とこの衣装類比完結と説明してもらっていいですか、えー、と衣装にかかる物品がどうのこうの 意登録を許容する部分がどのコのナって言ったらねもちろんこの用途機能がどうです形状等がどうです位置大きさ範囲がどうですってちゃんと言っていかなきゃいけないんですよでもし今の変形分与基位でだったら変形分与キーであっ,であっこの文言に沿って答えていかなきゃいけないわけ、ね、だ当然どういう時にノーマル分与キーであってどういう場合に変形分与キーであっらじゃなきゃいけないかっていうのを分かってないとダメでこれを 暗記しよようと思っても無理ななんですよですきるわけないですよこれ最後部品対部品までいきますからね全パターンその9までいきますけどだからそれ覚えられないから一番最初に言った法則ちゃんと考え方理解してくれればあとはその場であこれってこういう法則乗るからっていうので自分で答え出せる。で私もあの結果的に今全部覚えちゃってますけど。 それはあの暗記して覚えたんじゃなくて、法則にのっとって毎回こうやって説明してるから結果的に覚えちゃってるんです。だ皆さん結果的に覚えるってとこまでいかないと思いますけどね、受験勉強では。だけどやっぱりやる上ではそういった法則を理解してその法則にのって毎回やっていくというところですね。だかどっ近いうのはその暗記とかじゃなくて。 まあ物理的なというか数学的なというのかな、うん、公式を丸暗記するじゃなくて、そもそもその公式を導けるようにするとかね、なんかよくあったじゃないですか、忘れたときの見算の仕方とかね、まあ、それに近いのかなと思いますね。はいまあ、これが一証法で、今のは出願形式は書いてませんけど、これが侵害形ですね。侵害系細かく言うと 無権限者侵害系という場合と腺が一生懸者侵害系という場合と高が一生懸者侵害系というパターンに分かれますで時系列が分かってないと無権限者侵害系が分からないです無権限者侵害系が分かんないと腺が一生懸者侵害系が分かんないですでそれが分かんないと高が一生懸者侵害系が分かんないんで順々に追って私説明していきますから、はい、で実践編っていうのは私が そのこのレジュメに沿って作った非常に簡単な事例問題それで実際にどう解いていくのかっていうのを説明したいと思いますそれがこの第2回から第5回で第6回は「判例マスター45」と書いてますけどこれはね先ほどの次のページ見てもらっていいあのこの石なら死んでもいいの事件から書いてあるやつ でこれはですね、えーまあ、年によって個数は違うんですけど今年は45ないし50にしようかなと思ってますけど論文試験を受けるんだったらこれは絶対やっとけようという論文向けの判例をまとめそしてここに書いてある通り論文の当画に書くんだったらこれを書けというのを全部まとめてますからこれ以上いらないし逆にこれは絶対書けともっと言うと一言一句間違えるなこの通り書ける。 で夏におそらく宮城先生の判例の道場とかを取られた方いらっしゃると思いますこれよりももっと長いつまり生判例の内容がドーンと来てると思うんですけどあれを答案にそのまま書くことはできないし例えば頭の中で整理してても書くように練習しとかないと答案に出せるように訓練しておかないと絶対出てきませんからつまり答案用にもう準備しとかなきゃいけないってことで本当はそれを試行錯誤の中で皆さんに作っていってほしいんだけど おまあ、それやってねっていうんじゃちょっとこのゼミのねあの特色がないんで、えー、私の方で用意してますんでこれを使ってまあ説明をす私解説をし、えー、復習としてはこれを書けるようにね一言行く間違えず、はい、例えば外科的手術方法事件まあ実際これね「2」だけ書けりゃいいんですけど中上級生はね「1」とか「3」まで書いてくる人いるんですよ。 もし何か求められた時には効果3になっちゃうんで説明はしたいと思ってますあとリパーゼ事件は受験時代は大したことない事件かもしんないけど実務ではもうめちゃくちゃ大事なあの内容ですねまあよくあるこの特段の事情、ね、一義的に理解できないとか一見してその記載や語具体的に何ですかって私聞きますよ皆さんに、ね、一義的に理解できないってどういう場合ですか 本当に分かってますで聞きますす、はい、で聞きよ逆にそういうのを理解しておかないと文字面でも絶対覚えられないですよだもうちょっとこう具体化してあこういうこと言ってるんだってイメージし,さしてもらった上で理解してもらいますからそうやって記憶を残していきたいと思ってますからね。はい、あの一言一句間違えずに書けててもな覚えられないわけですよ内容もよく分かんないのに。 よく桃太郎とかね、あの昔話を私は例にして話することあるんですけどちゃんとイメージができる状態で覚えていってもらえるように解説はしていきたいと思いますあとアースベルトとかねパ,パシーフカプセルとかねあと宮城先生はあのよく語呂合わせされてると思いますけど私が開発したものもいくつか先生にお渡ししたのあって、えー、あこれはまた別かこれはこれで私これね 二三、えー、っていうのはね二十三年なんですよ。四にはつは四月二十八日なんですよ。二三四にはパシフィカプセルがあるんですよって覚えるんですよねえ。何も嬉しくないんですけどね内容踏んでないんでね。あの内容踏んでる語呂発セもあるんで、えー、それもお解説していきたいと思います。これが判例四十五。まあつまるとこう、えー、覚えろと書けるにしろという回です。 さあ第7回から第9回は「イヤヨシリーズですね。はい、で「解くいやよ48」っていうのが先ほどの判例の右のページにあるんですが、えっと、このごめんなさいねこれ営業上こうなっちゃうんですがひあの全部見せられないということで、えっと、左上がね「イやよ」シリーズです。で右下が「窓プロ特例」です。でここに持ってきたん、ね、で実物をね これ、えっと、道場でやってたた2021かな今年の受験生向けに解説した時の道場のやつなんですけどこれのまあ1ページとか見てもらうとねちゃんと分かってますかって日本以降が、ね、PCT 国際出願ってするでしょ皆さん,ちゃん、ね、やるでしょ、ね、で国際特許出願って皆さん言うけどそれ何ですか日本語特許出願外国特許出願って何ですかちゃんと言えますか はい、PCD19 条補正とか34条補正皆さん条約でやりましたよね。で国内移行として、まあ、日本に入れてくる場合が「イエロー」シリーズになるわけですけどっていうとこから分かってますか <laughs> 話ねはい日本語特許出願と外国語特許出願で手続き変わってきますよね国内移行日本語だったら「招定招定出さない場合「なんの「補正命令補正命令」出願結果出願結果とかね外国語特許出願の場合は「招定じゃなくて「招定本」ですよね で初手は補正命令補正命令出願却下なんだけど翻訳文の場合ってすっごい複雑になるんですよここ。名図用とで要約の場合は補正命令出願却下なんだけど、えー、こっちの明細書と翻訳文のは取り採規制とかねで19条補正したらどうなるんですかとかね図面の場合もなんか図面の中の説明はないものとして扱われるとか。 ね、問い犠制でもなくてまた別の規定があったりねそもそも皆さん国内処理基準時って何ですか答えられますちゃんと答えられます、うん、この図使うと一発なんですよ、うん、まあこういった図を使ってねあと表ですかね、はい、こういったものを使ってやっていきたいあこれさっき「イヤの13」とかもありますイヤの15とかもあります まあこの辺がね先ほど少しこの一発語学のとこでみんな書いてくれてるのかなあっフ藤さんはそうでしたねフジさんはねあのいやよ道場で私その時しか話してないんですよねあの一回だけのお会いしただけなんですけどすごく印象に残ってる方ですねほ、まあ、他の方もいやよとか MT さんも書いてくれてるかな えーまあ、マドプロも同じようにちょっとこれあの左がか,かけちゃってますけどもよいしょマドプロもほとんど入門でやってないでしょ、はい、マドプロってね3つの説に分かれてるんですよ第1説、第2説、第3説その説に分かれてるってことをまず理解してますかって話で第1説は日本から出てくる質眼第2説は日本に入ってくる質眼 第三節がセントラルタックのン採出岩っていうふうな領域がまずあるよっていうことを理解してください。あとはもうこの表で全部やっていきますちなみに第一節はこの1ページで終わりです、はい。とかね。でこれも今言ったこういった図表を使うのと同時に円周辺っていうのを設けて。 えっとこの前に行くのに出てくださった方過去問並べてたじゃないですか。あれと同じ形式でやります。平成13年までの過去問全部並べてます。マドプロだったらマドプロだけ並べてる。イヤオだったらイヤオだけ並べてるっていう問題。でそれでえっ、ー、とどうやったかなしょ。実践編ってやつか。はい。第八回が実践編。過去問全部やります。平成13年まで。 でマドプロの方も実践編第11回ありますねこれも全部やります、はい、で、えー「論文得意やよ」なんですけど最後のページかなこれの今図表の方で「書手」とかやりましたけど論文だったらどうなるのって話これねえー、っと 論文でででうと、ね、平成25年ぐらいまではよく出てたんです最近出ないんですけどいわゆる翻訳文提出とかね国内書面提出サモナイトドアンノサモナイトドアンノ手数料納付いつまでサモナイトドアンノ下たドアンノとかね翻訳文の提出いつまで何をダサイトドアンノここまでは国内以降なんです123が。 で、周辺手続きって書いてますけど特許管理の選任だとか出願審査の請求っていうのもセットで書くことがよくあるんです。はい、でこの「12345」って私振ってますけど書手本、えー、特管理審査請求論文の過去もやったことある人さっき言った通り平成25まあ だいたい平成15から25の間にこれ品質ししてるでしょこの5つ全部書かせるってパターン。で逆に言うとこのページって過去問やって受かる論文受かる人たちってこれ見なくても書けるんですよもう。もうこの細かい条文何条何項何語まで一切見なくても出るぐらい頭入ってるんですこれ。で皆さん今から勉強するんでとにかく。 国内移行と周辺手続きって言ったらこの1ページにまとまるよ覚えてねと覚えてんじゃ時間、まあ、書けるようにしてねということでこれがあの私のレジュメのある1ページになってるというところですね、まあ、これ見ながら論文の過去もやってもらうとさっき言った通り非常にスムーズです <laughs>、はい、非常にスムーズですといったとこかなあの国際出願法も同じように図表を使ってね、あのー 最後年末になりますけどね、えー、図表とあれかなあの過去問集って感じかなはいまあそんな感じですかねえー、っと一応ね、まあ、説明もしてきたつもりなんですけど私の授業を1回向けたことないっていう方もいらっしゃると思ってこんな感じで本当に抜粋中の抜粋でしたけどあのこういったレジュメを使って説明していきたいと思います。具体的に全 レジュメ持ってきてるんでここの部分もうちょっと見たいですとかいう方はあのこちら来ていただければと思いますのでね、はいえー、8月28日今日会談団でしたけども9月の25日から、えー、約1ヶ月後開校ですか、えー、と土曜日の6時からですね、はい、土曜日の6時から9時とで、えー、とナビゲートゼミがある週は当然問いますんでねかぶらないようにしてますから。 えー、そして、えーえー、YouTube をご覧の方もお通信制も見れるとあの受講できますというのは、えー、と通信という形態はないんですけど欠席ウェブフォローっていうのはつくので、えー、通信的な利用ができるということになりますね、えー、ちょっとこの辺は事務局のほうからいけるあはじゃああとで少し話してもらいますね、はい、通学の皆さんはこちらです全部レジュメとかお渡しできると思いますのでね。はい えーとじゃあちょっと私のなんか事務的なところであの話せてないところがあったら事務局に補足してもらいたいと思います。はいえー、じゃあ、どうしようか、えーとうん、じゃあ質問はあの終わってからにしましょうかね質問ある方、ね、ごめんなさいじゃあちょっとここで事務局の方から5分ぐらい、10分ぐらい5分10分話してもらいますんで。で